もしあなたにとっての王が宇宙人だったら？ようこそ、ナビゲーターのルカです。ギルガメシュ叙事詩は古代メソポタミアの文学作品です。古代メソポタミアの伝説的な王ギルガメシュの活躍を王しく描いた作品として親しまれていますが、この作品の魅力はそれだけではありません。ギルガメシュ叙事詩は人間の歴史の謎を紐解く重要な手がかりとして世界各地で研究されているのです。研究の結果、謎の生命体という存在が明らかになりました。謎の生命体とは一体何でしょうか？どんな謎が隠されているのでしょうか？今回は謎の生命体が明らかにする驚愕の事実をお伝えしていきます。謎に包まれたギルガメシュ叙事詩。冒頭にもお話ししましたが、ここでギルガメシュ叙事詩とは何かを確認しましょう。ギルガメシュ叙事詩の主人公ギルガメシュはシュメール初期王朝の伝説的な王です。ギルガメシュ叙事詩というタイトルは近代の学者が名付けたもので、現代は深淵を覗き見た人、またはすべてを見たる人となっています。これは古来は作品の出だしの言葉をとって題名とする習わしがあったためです。ギルガメシュ叙事詩は12枚の初版からなっており、紀元前1300年から1200年頃にまとめられました。メソポタミア北部にある紀元前7世紀に設立されたアッシュール・バニパルの図書館から出土しました。粘土板にくさび型文字で記されているため、叙事詩の研究はまずその解読から始まりました。解読が始まったのは1861年のことです。しかし当時はあまり注目されず、ひっそりと行われていました。ところが1872年になって状況が変わります。ギルガメシュ叙事詩を解読していたイギリスの考古学者ジョージ・スミス氏が驚くべき発見をしました。なんと旧約聖書で描かれるノアの箱舟に登場する大洪水がギルガメシュ叙事詩にも記されているというのです。ヨーロッパでは旧約聖書が世界で最も古い物語であると信じられていました。ギルガメシュ叙事詩はそれよりも古いため、スミス氏の発見は研究者たちを驚かせました。これを機にギルガメシュ叙事詩に対する注目は一気に高まりました。解読も順調に進み、そのことで旧約聖書や世界各地の神話民話との比較もされるようになりました。スミス氏も同じように古代メソポタミアが残した遺跡の発掘調査を繰り返し行いました。すると叙事詩の一部だと思われる書版が次々と出てきました。サンプルの数が増えるたびに解読作業も進んでいきました。度重なる発見で高まってきたのは、ギルガメシュが物語上の人物ではなく史実の人物だったのではないかという可能性です。これを真剣に考える研究者たちが現れ、彼らはギルガメシュの実在性を研究するようになりました。ここからは実際に存在していたかもしれないギルガメシュ王の姿に迫っていきましょう。古代オリエントの英雄ギルガメシュ。ギルガメシュとは何者だったのでしょうか？ギルガメシュ叙事詩では古代メソポタミアで栄華を極めたシュメール初期王朝時代の英雄として描かれています。ウルク第一王朝の王ルガルバンダを父に、女神リマトニンスンを母に持っていました。ただの人間ではない両親を持っていたので、ギルガメシュその人も普通ではありませんでした。その体は3分の2が神であり、3分の1が人間であったといいます。実はこの数字には変な点があります。皆さんは気づかれたでしょうか？どこが変なのかは後ほど指摘しましょう。半身半人であったギルガメシュ、神をルーツに持っているからか、ギルガメシュ叙事詩には様々な神が登場します。メソポタミア神話における最高神アヌ、主神エンリル、知恵の神エンキからギルガメシュは知恵を授かりました。神々の祝福を受け、ギルガメシュは超人的な容姿、英知、武力を誇りました。ただ性格は人間的であったといいます。民がギルガメシュを暴君と恐れ、神に助けを求めたほどでした。神は民の助けを心に留め、エンキドゥという戦士を生み出してギルガメシュを抑制しようとしました。ところが
ギルガメシュとエンキドゥは唯一無二の親友として仲良くなります。ギルガメシュはエンキドゥと冒険に出かけ、数々の困難を乗り越えながら民から愛される立派な王へ成長していきました。このようにしてみると、ギルガメシュは物語の主人公としてとても魅力的です。そんな彼は一部の研究者が考えているように本当にいたのでしょうか。これを考える上で注目すべき点は、ギルガメシュが半神半人として描かれている点です。神と人間との間に生まれたギルガメシュは、神々から干渉を受ける場面が物語の中で描かれます。ここに人と神との関係性に関する謎を解く鍵が隠されていると言われています。ギルガメシュと神々との関係性とは何でしょうか。気になるその内容を見てみましょう。人と神とシュメール。まずギルガメシュが王の座に着いた時、ギルガメシュ叙事詩によると、彼らに王権を授与したのは主神エンリルでした。王権神授説という説があります。王権は神から付与されたものであり、それゆえ王は神に対してのみ責任を負うという考え方です。ギルガメシュがエンリルから王権を授与したことからは、王権神授説とのつながりがあるようです。そのつながりを示唆するような証拠もあります。それはウルクの大敗です。シュメールの女神イナンナの神殿複合体跡で見つかった大型の杯で浮き彫りが施されています。紀元前3200年から紀元前3000年頃のものとみられ、物語の浮き彫り彫刻が施された作品の中では現存する最も古い作品の一つです。そのことから考古学者たちの注目も集めています。ウルクの大敗には神による王権授与が行われていたことが記されています。古代メソポタミアの王は神の代理人として土地を治めていました。まさに人と神をつなぐ存在であったのです。当時の王たちは地上に数多くの神殿を建設していました。これは天界と地上の仲介役として役割を果たしていることを証するためだったと考えられます。シュメール神話において、人は神々の身代わりとなって労働するために創造されました。神話の中では神々の意思に従っていれば人間は恩恵を受けることができると強調されています。その教訓を強く感じられるのはノアの箱舟です。神の教えに背いて堕落した人間は神の怒りに触れて大洪水に巻き込まれて滅ぼされてしまいました。一方、善良だったノアは家族と共に生きながらえました。他の文明でも王が人と神を仲介する役割を担っています。シュメールの王が特徴的であるのは、王が神格化されない点です。王は仲介役でありながら極めて人間に近い存在だとされています。国を統治している間は人間的であり、死後になって神格化されます。ギルガメシュも同じように、地上では人間の王として君臨し、天上に旅立つと冥界の神として信じられました。これを踏まえると、ギルガメシュの実在性に関して2つの仮説が立てられます。皆さんも一緒に考えてみましょう。ギルガメシュの実在をめぐる2つの仮説。1つ目は、ギルガメシュはやはり実在しなかったという仮説。冥王神が伝説化されたことでギルガメシュの物語が生まれたと考えます。ギルガメシュの祖先が英雄であったことから、祖先崇拝を広めるために物語として伝えられていったのではないかと言われています。この仮説の提唱者たちは、冥界神ギルガメシュを信じる人々が神を半神半人である地上の王に見立てたのではないかと言います。2つ目は、ギルガメシュは実在したという仮説。紀元前2600年頃に活躍し、死後に神格化されたと考えます。これはエンメバラゲシュという名の王の実在が確認されたことにより提唱されました。エンメバラゲシュはシュメール初期王朝時代の騎手第一王朝に君臨した伝説的な王です。考古学的には実在が確認されている最古の王です。ギルガメシュが叙事詩の中で一緒に登場することから、彼も確かに実在していたのではないかと考えられています。エンメバラゲシュには息子アッカがいましたが、彼の物語ギルガメシュとアッカにもギルガメシュが登場しています。これはギルガメシュ叙事詩よりも前に完成された作品で、ギルガメシュの実在性を証明するものとして見られています。
物語は粘土板に記されており、騎手の王アッガとギルガメシュが戦ったことが書かれています。とはいえ、ギルガメシュとアッガはギルガメシュ叙事詩とは性格が異なります。戦記であって神話的要素がないのです。そのため史実をもとに作成されたのではないかと考えられています。ギルガメシュ王が実在していたことを直接的に証明する証拠はないものの、ギルガメシュとアッガのような文献を読めばギルガメシュが実在していた可能性は高まります。ギルガメシュの実在を確信する人々は、ギルガメシュが実在したことを示す証拠は他にもあると主張しています。それではその証拠を見てみましょう。ギルガメシュ実在の証拠。ギルガメシュ叙事詩では、ギルガメシュがウルクの城壁を築いたことが記されています。実は紀元前18世紀にウルクを治めた王は、かつてギルガメシュが築いた城壁を修復したと碑文に書いています。ウルクの城壁は今でも残っています。城壁に関する記述はギルガメシュが実在したことを示す重要な資料なのです。近年ではなんとギルガメシュの墓が見つかったとも噂されています。ギルガメシュ叙事詩によると、ギルガメシュのお墓はユーフラテス川の川底に沈められたといいます。これまでにも調査隊が入りましたが、決定的にこれだと断言できるような墓は見つかっていませんでした。さらに驚くべきことには、ギルガメシュのものとみられるミイラが発見されたといいます。かつてユーフラテス川が流れていたとされるイラクの砂漠でミイラが納められた墓が発見されたそうです。しかもその墓には2体のミイラが納められていました。1体はギルガメシュ、もう1体は古代の魔術師ヤロミールとみられています。ミイラを写した動画が公開されましたが、それらのミイラは生きた彫刻のようであるとして話題を呼びました。光沢のある肌は何かでコーティングされたように黒光りし、王冠や宝石も身につけていました。これらのミイラが本当にギルガメシュとヤロミールであれば、ギルガメシュ叙事詩は実話だと言えそうです。ところで皆さんはここまでお話ししてきたような発見がされてきたことをご存知だったでしょうか。2003年に発見されてからおよそ20年近く経ちましたが、それほど知られていないように感じられます。というのも2003年といえばイラク戦争が起こっていた時期であり、ちょうど重なっていたのです。しかも発見された2体のミイラはアメリカ軍が密かに持ち帰っていました。そしてそれ以上の情報が明らかにされても隠蔽されてしまったといいます。そのためイラク戦争は古代シュメールの遺産を回収するためにアメリカが起こした偽の戦争だったという人もいます。アメリカがミイラを隠したのは重大な秘密をつかんだからだと考えられています。実際にはどうなのでしょうか。ミイラの問題を考えるとき、考慮すべきはアメリカだけではないようです。不可思議な事実。ギルガメシュ叙事詩にはある不可思議な内容が書かれています。私は半身半人で、血の3分の2が神だ。父を人間に、母を女神に持つのであれば、ギルガメシュは人間と神のハーフであったということです。不思議なことに、ギルガメシュは自身には人間の血が3分の1流れ、神の血が3分の2流れているというのです。これは単なる書き間違いだったのでしょうか。人々はこれを間違いだと思って気に留めませんでした。しかし科学技術が発展したことによって記述の正しさが判明しました。一般的に父親と母親の DNA は半分ずつ引き継がれます。ところがミトコンドリア DNA では振る舞いが変わるのです。ミトコンドリア DNA を持つ子供は父親の DNA を1、母親の DNA を2の比率で受け継ぎます。私は半身半人で、血の3分の2が神だというギルガメシュは、彼がミトコンドリア DNA を持っているのであれば正しい発言をしているのです。ギルガメシュ叙事詩は遥か古代に書かれたにもかかわらず、この作者は現代において最先端の科学知識を持っていました。一体どこから遺伝子の仕組みに関する知識を得ていたのでしょうか。シュメール王名表と真実。ギルガメシュ叙事詩は古代宇宙人の存在を書いているという説があります。ギルガメシュと宇宙人との間につながりがあるということでしょうか。シュメール王朝を語るとき、
シュメール王名表は避けて通れません。シュメール王名表とは、古代メソポタミアにおける王権や王の在位年数を記した王名簿です。ギルガメシュの名前も神の名で載っています。王名簿が作られた頃には、ギルガメシュはすでに神格化されていたのでしょう。王名表で注目すべきは、驚異的に長い在位年数期間です。初代の王アルリムは28,800年、アラルンガルは36,000年、二人の王の在位年数は64,800年です。また5つの都市には8人の王が在位し、彼らは合わせて24,1200年間統治していたが、洪水がすべてを洗い流したという記述もあります。異様に長い在位年数期間から考えるに、彼らは人間ではなかったと思われます。大洪水後には新たな王権が天から降りてきたそうです。天から降りてきた新たな王権、それは宇宙人だったのでしょうか。シュメール文明には宇宙人が関わっていたそうですから、その可能性も否定できないでしょう。先にお話ししたミイラについて、ミイラを持ち帰ったテキサスの地下基地がエイリアンに攻撃されたという情報があるため、ミイラはアヌンナキやネフィリムだと考える人々もいます。そうなると地球外生命体がミイラを奪還しようとしたのかもしれません。やはりギルガメシュと宇宙人との間には何かつながりがあったのでしょう。神と人間の子ギルガメシュ、神の存在は地球外生命体による地球の支配を証明しているのかもしれません。謎に包まれたギルガメシュ王は今でも私たちを魅了しています。